今日は2016年3月22日、今朝の8時4分ですね。朝日新聞の一面には、オバマ大統領がキューバを訪問したということですね。ずっと国交を断絶していて、だんだん今国交を回復しようとしていまして、以前はテロ支援国家に指定してたんだけど、それを解除したりとか、現職の大統領が行くのは88年ぶりだということですね。でも未だにその人権問題というのがあって、その主張が折り合わないということなんですけども、何が問題かというと、結局ね、思想信条の自由がないっていうんだね。共産主義の国というのはなぜかみんなそうなっちゃうわけで、その辺がよくわからないんだけど、マルクス・レーニン主義というのが一党独裁にしなさいっていうふうに、書いてあるんですよな。私もきっちり読んでないから知らないんだけど、要するに共産主義というのは財産をみんなで共有しましょうというだけでなくて、一つの政党が全部を支配しなければいけない。そうなってると話がややこしいわけでね。みんなが仲良くするんじゃなくて、権力を持った者が支配するという意味じゃ、結局ファシズムと同じになっちゃうわけですね。それにしてもキューバが中国や北朝鮮と違うのは、思想信条を自由 を主張した者を捕まえたり拘束したり、国から追い出したりはするんだけども、殺さないんだね。そこが
いいと。で、その理由というのはね、結局飢えて死ぬことがないように国が保障する。はいよ。でも今日から新井隆さんというのが新しく書かれた。お、なんか前言ってたね。新井隆さんというのは職員。あの大学を卒業してる。あ、そう。あの国立というか拓大か。拓大。新井隆さんが4月から新しく職員に入ってた。あ、そう。もう顔見た。顔見た。そうしたら23歳の女の子です。頑張って、あの、長所活動。ああ、かわいいの。かわいいです。ああ、よかったね。はい。はい、はい、仲良くしてください。なんだ、何の話だっけ。結局、まあ、人権が抑圧されているというんだけども、北朝鮮や中国のように、殺すことはなくて、国外追放にしたり、拘束したりしていると、それにしても拘束するのはよくないよね。その理由というのが、結局、国としてみんなが飢えて死なないように保障する、その飢えて死なないように保障するということは、思想信条の自由よりも優先するんだというね。私は思想信条の自由、日本の国の憲法の解釈では、憲法はこの表現の自由の優越的地位といって、それが何よりも優先するんだという話をしましたけれども、ある程度豊かな国だからそれが言えるのかなというふうに思いますよね。本当に生きるか死ぬかという貧しい国で飢え死にする人たちを防ぐために、そのためには力を持った者が正しい政治を行ってみんなを飢えさせないようにするか、そういう言い分というのは分からないでもない。しかし、じゃ あ今のキューバが飢えて、みんなが飢え死にするほど貧しいかというと、そうではないですよね。そして力を持った者が表現の自由を制圧して指導すれば、みんなが上から救われるかといえばそうではない。北朝鮮の例を見れば分かるわけですよね。それにしても仲良くすることはとてもいいことで、アメリカとキューバが国交を回復するということはいいことなんだろう。で、そうだね、表現の自由、だんだんみんな回復していかなきゃいけないですよね。それは中東に関してもそうですけども、共産主義だから抑圧してるんじゃなくて、人権が抑圧されてる国はイスラム国の中にもたくさんあって、サウジアラビアとかもみんなそうですよね。ああいうものもちゃんと解決していかなければいけない問題なんだろう。そういうふうに思います。今日は武井森重さんの最後の曲ですね。大トネという曲です。これもね、3ページに及ぶ大曲というほどでもないんだけれども、16分音符で書かれていまして、一つおきに間に音が入るんですね。それがずっと続いて、最後のコーダのとこまでそれが続いて、最後のコーダは違うんですけども、それが続いてるんで、これ紙の面積を使っちゃうからこうなっちゃうんだよね。3ページあるんで、例によって1ページずつやっていきますかね。ちょっと弾いてみせますと、こんな感じの曲です。これも6弦を D に下げて、
んな感じで間に音が入るんですね。ずっと間に音が入って、そして6弦を D に下げてるんですけども、それと4弦の開放弦 も D ですね。このオクターブの音がずっと間に入り続けるというのが、まあ、特徴ですね。でこれ思うんですけどね、これこの間に8分音符じゃなくて、これトレモロでやっても成立する音楽ですね。ちょっとトレモロでやってみましょうか。これ楽譜だとこのラの音がずっと1個入るんですけど、このラの音をトレモロでやるとこうなりますね。ここで一旦1ページ目が終わりですが、そうだからこっちか。で2ページ目に入りますと、そうパーだかな。まあこれがトレモロで弾いた場合ですね。で楽譜の通りいくと、一長一短だと思いますね。あの16分布でいくとスピードが速く弾けるんで緊迫した感じが強くなるでしょうし、取れ物でいくとそれはそれでまあ劇的な感じが強調できるかもしれないと思います。ということで今日はこれぐらいにしておきます。